レゴムービーは2014年のアメリカ合衆国オーストラリアデンマークのコンピューターアニメーションによる冒険、コメディ映画である。レゴのブロックを元としており、監督は曇り時々ミートボールのフィルロードとクリストファー・ミラーが務めた。レゴブロックで構築された世界を舞台に、ひょんなことから世界を救う羽目になってしまった主人公エメットのドタバタぶりを描くアニメ作品である。 本作は一見、ストップモーションでレゴを動かしているように見えるが、全編 CG アニメーションで作られており、オーストラリアの VFX 制作会社アニマール、ロジックが制作を手掛けている。2016年、任天堂 d 3DS 向けに、レゴムービー 3D が配信された。レゴでできた、世界、レゴワールド、魔法使い、ウィトルウィウスの城に危機が押し寄せてきていた。ウィトルウィウスは、 マスタービルダーたちの自由を奪う世界最強の武器スパボンを隠していたからお仕事だようがスパボンを奪いに来たのだった。ウィトル・ウィウスの抵抗は虚しクレーザー攻撃を受け視力を奪われスパボンはお仕事だようの手に渡った。しかし彼はいつしか黄色い顔の若者の選ばれし者が奇跡のパーツを見つけ出し世界を救うであろうと予言した。それから八年半後 エメットはブロックシティに住むごく普通の建設作業員。彼は毎朝決まった時間に起き、決まった時間に仕事に行くという極めてマニュアル通りな暮らしに何の疑問も抱かず毎日をのる天気に過ごしていた。しかしある日の夕方、エメットが仕事仲間と一緒に帰宅しようとしていたところ、大事なマニュアルが風で飛んでいってしまう。マニュアルを追っていくと、 工事現場に人影を見つけ、声をかけても立ち去ろうとしないフードをかぶった人影を通報しようとしたエメットはその人影が美女と知るや、彼女に一目ぼれし、謎の美女を追って足を滑らせて巨大な穴にうっかり落ちてしまい、不思議な世界に迷い込んでしまった。その奥でブロックではない怪しげなパーツを見つける。そのパーツに触れた瞬間、エメットは頭の中に 謎の巨大な手と指のビジョンを見て気絶してしまう。気がつくとエメットはバッドコップというお仕事だ用の手下に捉えられていた。厳しい取り調べに困惑していたが背中にくっついているパーツを指摘され初めてそのことに気づく。それは穴の底で見つけた奇跡のパーツだった。バッドコップはエメットを選ばれし物と断定、このブロックシティの有力者、 お仕事だ用の野望である世界の終わりの邪魔になると告げる。おし置き部屋でレーザーによる拷問で苦しめられるエメットだったが、そこへ殺走と怪しい美女が現れ、エメットを助け出す。美女はワイルドガールと名乗り、手近なパーツで奇想天外なバイクを作り出し、エメットを連れ逃走を図る。彼女はその際、その手助けをできないエメットを不審に思い彼に質問をする。 するとエメットはものを想像できる、マスタービルダーではなく、ただの普通の人であったことに気づく。エメットとワイルドガールは、境界の壁を越えて、西部の街に逃げ込む。レゴワールドは昔、何でも自由に行き来し、ものが作れる世界だった。それを良しとしないお仕事大王がそのテーマごとに世界を、区切る国境の壁を作ってしまい。 マスタービルダーたちを次々に捉えてしまった。その頃、オフィスタワーでは、お仕事だようが、表の顔である、お仕事社長として、もうすぐ、ブロックシティで開催するタコスデーに備えていた。愛とタコスを振る舞うタコスデーと吹聴しているが、実は、スパボンを利用し世界を、自分の理想の形に固めてしまおうという計画だった。ワイルドガールは、マスタービルダーの一人、ウィトルウィウスに、 エメットを合わせた。ウィトル・ウィウスは、エメットの頭の中に入り込み、彼の創造性を確かめるが、エメットの頭の中は見渡す限りの地平だった。エメットの創造力を試すために何か作らせてみると、出てきたのは二段ソファで、全く役に立たない白物だ。落胆する、ワイルドガールだが、それでも巨大な手と指、マスタービルダーが、上の人と呼ぶビジョンを見たという彼に、 ウィトル・ウィウスは空っぽの頭だからこそ全てを受け入れることができるはずだという。エメットたちは西部の街まで伸びたバッドコップが率いる超秘密警察の追跡を振り切り、バッドウィングに乗ったバットマンの助けもあって、マスタービルダーたちが隠れているユニキャットの国、雲の上の楽園に向かう。マスタービルダーたちの前でエメットは、 お仕事だよを倒すために結束を促す演説をするが、以前オフィスタワーに攻め込んだが惨敗したロボヒゲの反発もあり、マスタービルダーでないことで信頼を得られなかった。そのうち、超秘密警察が追ってきて楽園は破壊され、多くのマスタービルダーたちが囚われの身になってしまう。エメットは脱出に成功したマスタービルダーたちが、 それぞれの創造性で組み立てためちゃくちゃな潜水艦で海に潜るが、しかしそれゆえに不具合があり、浸水して扱いしてしまう。逃げたエメットを捜索するバッドコップは潜水艦の残骸の他に二段ソファしか確認できないと選ばれし、ものは死んだものと思い引き上げていく。しかしエメットたちは誰もが役に立たないと思っていたそのソファの中に潜んでいた。 ロボヒゲがそのソファごと彼らを引き上げた。最初反発したロボヒゲだったが、ソファの創造性、実用性のなさに逆に意外性を見て、マスタービルダーたちはエメットに協力することにした。エメットは、マスタービルダーの弱点はチームワークのなさだと説明し、自分の長所は創造性はないがマニュアルに沿って物を作る創造性の高さだということを説明する。そして、 ダイオーを倒すためのマニュアルを作り、マスタービルダーたちを導いていく。マスタービルダーたちは、エメットが作ったマニュアル通りに想像し始め、オフィスタワー侵入作戦を進める。エメットたちは、スパボンまで、あと一歩のところまでたどり着くが、奇跡のパーツを取り付けようとしたその瞬間、バッドコップに見つかり、全員捕まってしまう。最後まで抵抗した。 ウィトルウィウスもお仕事大王のコイン攻撃で首を切られて倒されてしまった。彼は亡くなる直前に予言は嘘、自分のアドリブと出任せだったと告白し、息絶える。大王は奇跡のパーツをカッターの刃でエメットの背中から切り離し、コレクションに飾ろうとしたが、誤ってオフィスタワーの下に広がる無の世界に落としてしまった。マスタービルダーたちの処刑準備を整えると、 空を飛ぶオフィスタワーの最上階と共にブロックシティへ飛んでいき、搭載されたスパボンで世界を固め始めた。絶望に浸るエメットのところへ、ウィトルウィウスの幽霊が現れ、予言は嘘だが、誰もが選ばれたものになれると語りかける。エメットはその言葉を信じて、自身は巻かれている。処刑用の電池を道連れに、無の世界に落ちることで、マスタービルダーたちの処刑を解除した。 ワイルドガールはその勇姿をレゴワールドの人々に伝え、共に大王を倒すために立ち上がろうと訴えた。エメットは無の世界の底に落ちていった。そこにはレゴブロックで遊ぶ人間の少年フィンがいた。無の世界とはブロックで遊ぶ人がいる現実世界だった。そこに少年フィンの父親が会社から帰ってくる。父親は自分のコレクションで遊ぶ少年フィンを叱る。 彼にとって世界ごとに区切られ整頓されたレゴのジオラマは完璧なものだった。それをバラバラにして想像の赴くままに組み替える子供に我慢ができなかった。少年フィンはおもちゃで8歳から14歳向けと書いてあると遊んでいいものだと訴え、父親はガンとして受け入れず遊べないようにスーパーボンドで固定し始める。その姿はまさに世界を固定化する。 お仕事大王だった。エメットは力を振り絞って、体を動かし、少年フィンに存在をアピールする。それが実り、少年フィンはエメットを見つけ、エメットに奇跡のパーツ、スパボンを防ぐスーパーボンドの蓋を託して、彼をレゴワールドに戻した。レゴワールドでは、大王の野望が、達成目前だった。そこに、エメットが、無の世界から舞い戻る。彼は、 マスタービルダーとしての力に目覚め、創造性を駆使して大王に挑む。それを見て諦めかけていた、マスタービルダーたちも息を吹き返し、大王に最後の対決を挑んだエメットだが、大王にスパボンに足を固められてしまう。絶対絶命のピンチにエメットは、最後の力、選ばし者パワーを使うと宣言する。どうしようもない状況のエメットを笑う大王、エメットは、 そんな大王にそっと手を伸ばし握手を促す。それがエメットの選ばし者パワーだ。現実世界でも少年フィンが作ったレゴに心打たれた父親がいた。この創造性と創造性は父であるあなたを見て学んだものだと少年フィンは訴える。父親は少年フィンに促されるままにオフィスタワーの最上階を見る。そこには お仕事だよーと退峙し、手を差し伸べるエメットがいた。仕事に明け暮れて、想像を忘れて、想像だけに勤しむ、お仕事だように自分を重ねた父親は、少年フィンにエメットは、何と言っているかと聞く。エメットとは、少年フィンで、お仕事だよーとは、父親自身であると気づいた父親は、エメットは、何と言っているかと聞く。お仕事だようにも想像性というモアはある。 誰にでも選ばし者になれる、と少年フィンは言う。改心したお仕事大王は、エメットに歩み寄り、親子が抱きしめ合うように、エメットの手を取ると、奇跡のパーツを自らスパボンに取り付け、機能を停止させた。父親は少年フィンと和解し、共にレゴを楽しみ始めた。そこに、母親が、今夜のご飯はタコスと呼びかける。 親子はご飯を食べるためにその場を離れようとしたが、父親は思いついたように、もう一人にも遊ばせると宣言をした。その頃、レゴワールドでは新たな危機が訪れていた。低年齢向けブロックでできたデュプロ星人が来週してきたのだ。デュプロ星人は地球侵略を宣言するのだった。2013年のコミコンインターナショナルでの制作人。左から、 監督のフィル・ロードとクリストファー・ミラー、共同監督のクリス・マッケー、プロデューサーのダンリン。映画の企画は2008年よりワーナー・ブラザースで進められていた。2009年8月、ダント・ケビン・ハーゲマンがコメディアクション・アドベンチャーの実写、アニメ映画の脚本を執筆中であることが発表された。2010年6月、曇り時々ミートボールが フィルロードとクリストファー・ミラーが脚本及び監督のために雇われた。2011年11月、ワーナー・ブラザースがプロジェクトにグリーンライトを出し、2014年公開を予定していることが報じられた。オーストラリアのアニマルロジックがアニメーションを提供し、それは全体の80%に及んでいる。また、ロボット・チキンのクリス・マッケーが共同監督として参加した。 2012年3月、ロードとミラーは、ワーキングタイトル、レゴ、ザ・ピース・オブ・レジスタンスと、ストーリーラインを発表した。2012年4月、ワーナー・ブラザースは、公開日を2014年2月28日に、設定した。初めてキャストが明らかとなったのは2012年6月であり、クリス・プラットが主人公のレゴキャラクターのエーメットの声、ウィル・アーネットが、 レゴのバットマンの声を務めると報じられた。またレゴのスーパーマンの声には、チャニング・テイトムがオファーされた。2012年8月、エリザベス・バンクスが、ルーシーの声、モーガン・フリーマンが、謎の存在であるウィトル・ウィウスの声を務めることが、明らかとなった。2012年10月、ワーナー・ブラザースはタイトルを単に、レゴとし、公開日を2014年2月7日に変更した。 2012年11月、アリソン・ブリー、ウィル・フェレル、リーアム・ニーソン、ニック・オファーマンが出演契約を交わした。ブリーは大きな秘密を抱えるエメットのチームのメンバー、フィレルは悪役のお仕事、大王、ニーソンはバッドコップ、オファーマンはお仕事大王への復讐を企む海賊のロボヒゲの声を務める。2013年3月21日、タイトルは ザレゴムービーとなることが発表された。2012年7月より公式 Facebook ページで優勝者が作ったレゴの車が映画に登場するというコンテストが開催された。映画の場面やキャラクターに基づいたレゴセットやミニフィグが発売される。ミラーが幼少期に遊んだレゴセットである宇宙シリーズが映画で使用される。本作の主題歌、すべては最高は カナダのシンガーディオ、ティーガンサラが歌っており、アメリカのコメディグループザ・ロンディー・アイランドがフィーチャリングされている。最初の予告編は2013年6月18日に公開された。2本目の予告編は2013年10月30日に公開された。北米市場における初週の興行収入は6905万ドルで1位となった。 この数字は2月公開の映画の初動成績としては、パッションに次いで第2位の数字である。批評家から絶賛されたこと、題材となったレゴブロックが広く普及していること、ポップカルチャーへの言及があり、ユーモアに富んでいたため、大人も映画館に足を運んだことがヒットの要因とされている。また、本作を 3D で鑑賞した人の割合は35%だった。 本作は高く評価されている。映画批評集積サイトロッテントマトズには221件のレビューがあり、批評家支持率は96%、平均点は10点満点で8.4点,点となっている。また、メタクレティックには11件のレビューがあり、過重平均値は81、100となっている。ニューアークスターレジャーのステファンウィティは4つ、母子評価で3つ母子ファンを与え、 玩ングが題材となっているだけあって、色彩豊かでほのぼなとしている。それでいて大人も子供も楽しめる作品になっている。と評した。映画監督のエドガー・ライトは、本作を2014年トップ10映画に選出。映画監督のジェームズ・ガンが2014年のお気に入りの映画12本の中で本作を挙げている。米フェイスブックが発表した2014年に、 フェイスブック上で話題になった映画トップ10で第5位にランクインした。映画アニアン氏が選ぶ2014年に映画ベスト10の第9位を獲得。本名視されていただい87回アカデミー賞の長編アニメ映画賞本選へのノミネートはならなかった。これに対して監督のフィルロードは自身のツイッターでレゴブロックで作ったオスカー像の写真を掲載し、大丈夫だよ。 自分で作ったから、とコメントした。なお、本作がアカデミー賞のノミネートを逃した理由については、実写パートがかなり含まれる点が指摘されている。レゴムービーザゲームは、本作を元にしたテレビゲームで TT ゲームズが開発し、XBOX360、XBOX1、PlayStation3、PlayStation4、Wii U、Nintendo 3DS、 プレイステーションビータ、i n d o w s、Windows、用ソフトとして2014年に発売された。日本ではこのうち、プレイステーション3、プレイステーション4、Wii U、Nintendo 3DS の4携帯で、同年11月6日に発売された。映画を元にしているが、ゲーム内容はプラットフォームによって異なる。2016年には、Nintendo 3DS の E シャップにて、レゴムービー 3D が、 配信開始。2014年2月3日に続編の脚本家としてジャレット・スターンを起用することが発表された。ありがとうございます。